6月19日土曜日の洗濯天気予報をお伝えします。今日は全国的に雨が降っています。ただ西日本では洗濯物の外干しできるところもありそうです。お洗濯情報をマップで見ていきましょう。まだ雨が降っているところもありますが、西日本方面では心配、福岡では心配、また広島では NG のち OK、 大阪ですと NG のち心配、高知も NG のち心配ということになっています。この後だんだんと雨が止んでくるところもありますので、洗濯物の外干しできるところもありそうです。では今後の雨の予想を見ていきましょう。10時から進めて見ていきたいと思います。今日は九州や中国、四国エリアを中心にだんだんと雨が止んでくるところが多くなります。また日差しが届くところもありそうですので、洗濯物の外干しは大丈夫かと思います。ただ一部にわか雨の可能性はありますので、念のため空の変化にはお気をつけください。西日本方面では九州、中国、四国エリアがチャンスとなりそうです。以上、洗濯天気予報をお伝えしました。